はい、どうも、お疲れ様でございます。ナメでございます。本日は、6月6日でございます。新潟の方にね、戻ってまいりました。で、本日の一杯、こちらでございます。はい。こちらはね、ジョージアのプレミアムって言って、これね、20周年の特別缶限定缶 ?20 周年限定缶ってやつね。はーい。はい、実はですね、個人的にはジョージア苦手なんです。もう本当に大道のデミタスとかね、その辺ばっかり飲んでるんで、ジョージアねちょっとどうかなーってね思ったんですね。ただまあちょっとこの缶はね気になりましたんでね、まあ20周年の限定缶ということで飲んでみたいと思います。おう、うん。これ美味しいな。美味しい。あのね、エメマンとかこのジョージアのシリーズでなんか独特なこう後味がするんですよね。あれがね、すごく苦手なんですよ。でもね、これは美味しいな。ただミルクもたっぷりだな。うん。うん。すっごいミルクの香りがする。うん。あー、でもこれは美味しい。うん。缶もね、110g、160g か。160g の、小ぶりの缶です。うん。ジャケットもかっこいい。こう、ね。ブルーに、ゴールドの、ね。ああ、いい感じですね、ジャケットね。これ、製造の過程で、ちょっとすいません。もう、汚いですけども。これ、飲み口がここにあるじゃないですか。横向いてこう飲んでるとね、このジャケットがしっかりと見えるっていう、これ意図的に作ったんですかね。たまたまこの製品だけそうだったのかな。生産の過程でこうなったのか分かりませんけどね。この飲み口にこの缶の継ぎ目が来るのとかってすごく嫌ですね。うん、でこれいいですね。飲んでて真横にジャケット来てね、うん、飲みやすい。これ本当にもしこういう風に製造されてるんだったらすごいですよね。うん、すごく缶の成形とかもかっこいいと思います。はい、ということで、本日はね、ジョージア、20周年限定缶、プレミアムのご紹介でした。